ガチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、なんか A な感じがしますよね。まあ、確かに皆さん意味的には A が通じそう。もしくは皆さん、これ空中の右側、皆さん動詞ですよね。ってことは皆さん動詞にかかってきそう、修飾できそうな品詞と言われたら副詞でしたよね。で、選択肢 ABCD もう一回眺めていただきますと、副詞はどれなのか。皆さんよく単語のこの一番右側ですよね。皆さんこの LY がついてるものが副詞だ、まあ、そういう認識をされている方は多いかと思います。ただ一部そうではないものもございますので、今日境に確認していただけるとよろしいかと思います。まず皆さんちょっと B をご覧くださいね。これ皆さん品詞大丈夫ですか？そうです、ほのめかすという動詞ですよね。じゃあ皆さん選択肢の D はどうですか？そうです、皆さんこれも動詞でしたよね。ですから LY が皆さん後ろについてますが動詞で、選んだ方が多そうな皆さん選択肢の A、 そうです、これは副詞ですよね。皆さん LY の左側、品詞で言うと形容詞で、その形容詞に LY をくっつけると副詞ということでよろしかったかと思います。じゃあ皆さん選択肢の C はどうなってますか？そうです、LY の左側、名詞ですよね。で、その名詞の右側に LY をつけて形容詞ですから、正解は A ということで、まあ当たった方非常に多いかと思いますが、今日のポイントはこの選択肢の C でございます。皆さん一瞬で形容詞だと判断できましたでしょうか？ということで皆さん下ご覧くださいね。品詞に注意したい語、そうです、カスリーと言われたら形容詞と一瞬で判断していただきたいと思います。名詞に LY がついてますからね。で、あとは意味は皆さんの想像通り、まあ、コストお金ということですから、こうかな。で、皆さん例文を右側書いておきましたので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんちなみに意味でございますが、皆さんこれ文頭をご覧くださいね。皆さん、The Weather Office ということでございますので、気象庁。で、気象庁は正確に予測することができました。で、何をと言われたら皆さん、アナ、シの進路ですね。それを正確に予測することができました。では、画面を書き換えますね。さあ皆さん復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指なので隠していただいて。で、丸1番から丸2番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用させていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。